北9周年ログインボーナス前半。あれ北って私キュートな八福が手に入ると思って北って言っちゃったんですけど、すいません、まだ斧でした。1個手前でした。斧3個いただきました。皆さんこんにちは。はじめまして。おばちぃです。にゃんこ、キュートな八福まだ次だった。私勘違いしててもう今回もらえるかと思って、張り切ってログインしちゃったよ。なんとかたこ焼きの材料と、あとお客様に売るね、商品を私も稼がなきゃと。まあ、にゃんこがね、釣ってるように画面ではなってますが、実は私が後ろからにゃんこの両手を支えています。内緒ですよ。内緒ですよって誰に内緒にしろという話なのか。スケトウダラが釣りたいんだけど、スケトウダラって、ルアーこれでよかったよね。水色のルアー。違ったっけ？どうしよう。私、だんだん魚にも詳しくなってきたよ。なんか、桃鉄をやってた頃にね、日本の地図について詳しくなって、日本のね、地図、どこに何の県があって、どんなものが名産品なのかがね、桃鉄で学んだ時のようにね、私は今、魚を学んでいます。はい、スケトウダラ釣れました。でもこれ、おにぎりにするには3匹も必要なんですよ。うん、それでね、いつもね、スケトウダラの単価が知りたいって思ってんだけどね、おにぎりにして、おにぎりが2個で売ってるんですよ。で、スケトウダラは1匹あたりいくらで、3匹使っておにぎりを販売している、この価格のね、釣り合いがどうなっているのか。金のシャチホコルアーを1個持ってるんだけど、これはもしかしてゴールデンフィッシュが出るのかなって勝手に思ってまして、ちょっと大事に今まだ取っていて使ってません。使わずに取っています。はい、キングサーモン釣れました。あ、取れた。黄色いからね、なんか似てる魚あるじゃないですか。なんだっけ。全然魚の名前覚えてきましたって言って全然覚えてない。ハコフグ？黄色い魚いましたよね。一瞬それかなって思ったんだけど、キングサーモン、ゴールデンフィッシュでした。嬉しい。はい、お客様いらっしゃいませ。あ、よかった。私がね、釣っておいて結構まだ大量に14匹とかね、20匹ぐらいある。20匹ぐらいある魚もいるんですよ。はい、お買い上げありがとうございます。これ、ハコフグかな？やっぱりゴールデンフィッシュに色が似てるの。はい、お客様パズルのピースもありがとうございます。あ、木材もらえます。ありがとうございます。シャベルが作れなくて困ってたんですよ。あ、これは、ゴールドフィッシュ。あれ？そうだよね。あれ？あ、そうか。この時は音楽鳴らないんだよねって、毎回音楽が鳴るような気がして、ちょっと期待してしまうんだけど、あれは釣った時だけです。音楽が流れるのは。ニャンスが出てきました。島暮らし9周年ニャンス。みんなでお花のパレードを見に行った様子をパズルにしたニャンス。完成させて飾るニャンス。パズルのピースは注文に応えると手に入ることがあるニャンス。実際のニャンスの声は全くわかりません。ニャンスはそんな声じゃないよと思う方ごめんなさい。全然わかんないままニャスを勝手に私のイメージで作ってます。キュートなコインがなかなかたまんないけどね。なんか今2倍とか出てたから、キュートなコインが。だから今のうちにね。今のうちに頑張るニャスよ。はい、お客様いらっしゃいませ。あれ？なんかいつもと違うパズルのピースだ。これが9周年のパズルのピースなのかな？え、これは別に集めなきゃいけないってことかな？もしかして。いつものパズルのピースとは。そういうことかな？なんかいつものパズルのピースをね、一生懸命集めてたんだけど、9周年にゃ、はこの花のパズルじゃないとダメなんだ。このパズル専用でした。もうその9周年のパズルがね、開かれて、で、どんどんピースを貯めてる分だけ、絵が完成に近づいていきます。はい、お客様いらっしゃいませ。設計図ありがとうございます。来たか？来ない。来た！閉じた瞬間なんですね、店を。お！10万コインだって。あと、お弁当屋さん。何お弁当屋さん気になるんだけど。お弁当屋さん。これ、飾りだと思ったんだけど、違うんだ。なんだ、工場が増えたのか。なんか、お弁当屋さんって書いてて、隣にサンマ弁当って書いてるから、どういう意味だろうって思ったら、工場が増えました。そうか。わお。もう、わおって言っちゃいますけど、お弁当屋さん。でもお弁当屋さんがすごい欲しいんだけど、どうしよう。手に入ってないもの、蒸し器、ハンバーガーショップ、チョコレート工場、パンケーキショップ、お弁当屋さん。で、こんだけ選択肢があるんですけども、ね、やはり一番最初にね、1000万円？って思った高い壁に思えたハンバーガーショップ。こちらをですね、一番最初に手に入れたいと思います。もっと稼がなきゃ。みんな頑張ろうね。一丸となって頑張ろうね。はい、お客様いらっしゃいませ。ありがとうございます。ハンバーガーやっぱ多いな。やっぱりハンバーガーかじゃあ。ハンバーガーのお客様が多いです。花のステージ、完成です。おお、かわいい。向きがちょっと待って、向きがこうかな？ちょっと大工にゃん。寝て、ね、ちょっと見て、そう、気づいた？あららら、奥に引っ込んでいっちゃった。一方、にゃんこは大喜び。私の予想をはるかに超えた。この喜びを踊ってます。なんかね、子供の運動会をね、ビデオで撮ってる気分です、今。これは何の競技になるかわかんないけど、かわいすぎる。さらに、ログインスタンプ、前半、キュートな八福、いただきました。キュートな七福、受け取りました。どうするにゃんこ。もう着替えちゃう？キュートな八福もらったよ。1000万いったら記念に服着替える？あまりにも可愛かったので、もうみんな着替えちゃいました。なんて可愛さなの。この子たちみんな。あ、お花植えなきゃ。さあみんな、働こう。はい、お客様いらっしゃいませ。お、パズルのピースいただきましたよ。はい、ありがとうございます。98万3100、ん？違う。983万1477コイン。もうちょっとだ。1000万までもうちょっと。なんかいつもと全然違う光景なんだけど。あ、嬉しいね。みんな似合ってるよ、八福。どう？着心地はどう？みんな着心地はどう？1000万コイン行きました。では、もういつ手に届くのかなって思ってた1000万のハンバーガーショップ、とうとう購入です。ありがとうございます。まだ経ってないのに、先にありがとうございました。もう、でもお礼から先に入っちゃいました。ちょっとここ。ハンバーガーショップ、川沿いですね。ごめんなさいね、川沿いで。道路沿いの方がいいのかな。でも道路沿い、この子ちょっと映るか。ごめんね、ちょっとね、仕事中なのに、あれこれ、まずここを一回こうしておかなきゃね。ごめんね、ちょっとね、道の角にね、ハンバーガーショップは置きたいな。ごめんね。ちゃんとなんかタイミングよく返事してくれるから、うちのにゃんこは。ここで、どのぐらいで完成する ?41 時間。じゃあ、待ってね、ナポリタンのお店、ちょっと移動するか。ここに、あら、ちょっと移動。あれここが、あ、そっか、ここに、じゃあ、この子が移動ね。ごめんね。これからの季節はね、だんだん暑くなってくるから、川のそばがいいと思うよ。涼しい風が吹いてくるから。41時間後を楽しみにしています。レベル69になりました。パンケーキ工場はまだ持ってませんが、クリームチーズパンケーキとミートスパゲティを作れるようになりましたよ。あとお店の方でもちょっと変化が起きました。パズルのピースがね、いつも見かけてた水色のピースに戻ってるんですよ。これはもしや、9周年のパズル、ピースが全部揃ったということなのではないでしょうか。ネタバレになりますので、パズル、ね、自分の目で確かめたいという方は、ここまでで。ご視聴ありがとうございました。では、パズル見ても OK だよっていう方、いきますよ。もうこれ、自動的にはまっていきます。音出ない。タラタタタタにゃーでは見てみましょうか。まずかわいいね。みんな楽しそうに何を見に行ったって言ってたっけどこかに出かけた時のワンシーンのようですね。今回今9周年にゃーが出来上がりました。で8周年や7周年やという風に、こうね、作れるパズルをどんどんね、ピースをはめて完成させていったんですけども、ずっと前から遊んでる方たちはね、もう全部完成させてるとは思うんですけども、ちょっとね、3周年やがまだ出来上がってなかったので、ちょっとついでと言ってはなんですが、3周年には108ピースでなんとかなるでしょうか。全部完成させちゃいますか。はい、ではボーナスピースを使って全部完成させてください。ちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ。これもかわいい。完成にゃん。はい。3周年にゃー。絵がほんといつもかわいいよね。なんだろう、すごく優しい感じのね、絵でね。はい。では、9周年にゃ。9周年にゃ。こちらのね、かわいい絵を飾りたいと思います。あ、見てるよ、見てるよ。ほら。お、あの時楽しかったなぁ。って言ってます。多分。では、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。